はい、ミンゴルファー雪村です。昼の投稿に続きまして、ランキングトーナメント参加していこうと思うんですが、お知らせが入っていましたね。長距離ホールセレクションっていうのがオープンしたということですね。イベントミッションも大量追加ということで、まあちょっとこれはまた追って見ていこうかなと思います。あと、太平洋クラブカップの抽選結果発表ということですね。当選の方には、プレゼントボックスに届いているということですね。届いていることを楽しみにしようかなと思います。そして、くつかありますね。ハイパワーギアピックアップですね。新しいギアが登場したということですね。ギア回したいんですけどね。まあ、ちょっと、今は難しいかな。今週も結構コインを使ってランキングトーナメント参加していかなきゃいけないかなと思いますんでね。しばらくガチャはお預けですね。ていうかもうこんなん毎週やられたらもうずーっとガチャ引けないんじゃないかなと思うんですけどね。もう勘弁してほしいんですけど。はい、ということで、みんなでゴルフのランキングトーナメントやっていきたいと思います。昼に投稿した1回を行った、キリということで、あと残りチケット今、とか今2枚ありますね。ということで2枚使ってランキング確定までしていきたいなと思います。はい、フレンドのレオさんがですね、今回の一人でゴルフのコースの方の、情報を教えていただきましたね。プロのですね、1番ホールが、ミドルと。で、プロの3番ホールがロング。そしてアマチュアの8番ホールがショートということでですね、今回の、ランキングトーナメントが、そのホールの3つのホールで開催されているということですね。ので、そちらの方で練習を、積んでから臨むのが良いんじゃないかなと思います。はい、ということで、今回ちょっとピンが奥のようですね。ちょっと、前回右に行っちゃいましたもんでね、ちょっとそれを怖がって、左側にちょっと打っていきたいと思います。そしてライジングで打っていきます。はい、じゃあ、スイングで失敗。やっぱり今ちょっと右出ましたね。やっぱ門松くんですね。あ、これも門松くんが間違いなくブレてますね。もうおかしいですもんね。右にずらした以上に右に行ってるというね、風が左に吹いてるというのに。まあ、こんな感じなんですよね。まあ、同じ門松を使っている方はですね、同じ症状が起きてるんじゃないかなと。私だけじゃないことを願っております。はい、ということでこのスライスラインは、入れましたね。イーグルです。今回ですね、2つのチケットを使ってやっていけますんで、まあ、映像が長くなってしまうということもあって、途中途中はですね、編集でカットしていくかもしれませんので、まあ、雪村が喋っていないときは、カットが入ったと思っていただければなと思います。まあでもやっぱ最初のホール、270ヤード、80ヤードぐらい、やっぱり飛ばないと、オンしないという感じがしますね。ということなので、5アンダーをまず取れないっていうのはですね、やっぱり270ヤード前後の飛距離が出るか出ないかっていうところで、まず一つの区切りが出そうな感じがしますね。まあ、2番目のロングホールよりもこの最初のこのミドルホールの方が、やはり飛距離が必要になってくるんじゃないかなと思いますね。はい、で、ここはですね、240ヤードぐらいですかね。ちょっと試していないんですけど、240ヤードぐらい、飛べばですね、この右側のショートカットを使って、ランが稼げますのでね、それで、1バウンドでの2オンっていうのを狙っていけると思います。はい、今、できました。ちょっと最初やった時ですね、右の木に当たってしまったんで、今ちょっと怖がって左の方に打っててみました。はい、つま先下がりですね。風はどうでしょう。6、7メーターぐらいですかね。吹いていますね、ここも。ということなので、門松のブレが出ないことを前提に、今3動かしましたけど、つま先下がりということで、4マスほど今動かしていこうと思います。で、5番ウッドですね。5番ウッドのライジング打ちでいきます。はい。じゃあ、スイングしました。当たればライジングです。いいぞ。ピンに向かってるぞ。いいぞ。なるほど。まあでも今みたいな感じなんですね。どうでしょう。風は、6かな ?7 かな ?7 でしたね。そうですね。やっぱ7であんな感じだったんですね。はい。ここもイーグル取れましたね。これで、あと最後のショートホールで、バーディーを取れば、とりあえず物理的スコアと言っている、まあ、5アンダーに、取れると
5バンドになるということですね。やっぱり飛ぶクラブ欲しいですよね。まあ私の場合この門松のおかげでこういう5アンダーを狙っていけるっていう設定になっているんですけど、門松がゲットできるまでの間はビッグフライクラブで、ここのコースもずっとチャレンジしていましたのでね、やっぱ270-80ヤードっていうのがまあ今回の区切りだとすると、私も5アンダー結構厳しい、セッティングだったんだろうなっていうふうに思いますね。お、ホールボーナス全部いただけましたね。ありがとうございます。さてさて、それでは最後のショートホールですね。さっきのような、昼に投稿した感じのような、ショットが打てればもう十分なんですけど、まあ、ここはでもですね、常にホールインワンを目指していこうかなと思うんですが、今度はピンが左手前ですね。ここの場合落ちた場所によって全然とんでもない方向にバウンドしてしまう可能性がありますね。ということで、拡大カーソルを使っているんで、ちょっと7番アイアンで、しっかりと打っていこうかなと思います。どんだけ弱く見るかですよね。よし、じゃあスインパクトしたぞ。当たればライジングホールインワン。どうだ？いかん、そっち行っちゃいかんですね。やっぱりもう少し左だったんですよね。これ、今回このピンの位置多分一番難しいピンの位置でしょうね。これは非常にホールインワン出にくいでしょうね。今のピンの位置だと。そしてこの難しいですね、この2センチ下りのスライスですね。どうだどうだ、あーダメ、あー入った、よかったよかった。なんとか5アンダーを取れたところをお見せ、これでできましたね。今のピンの位置多分一番難しいと思いますね。あのコブがやっぱり邪魔でなかなかですねピンに寄らないですよね。ということで、まあライジングでダイレクトに当てるっていう方法、ワンバウンドかダイレクト当てるっていう方法ぐらいしか、まあ、多分、ホールインワン私は多分できないでしょうかね。はい、お疲れちゃんでーす。はい、ということで、19,689ということで、最初の5アンダーをゲットできました。いいですね。やっぱりこの19,000台の、ボーナスポイントはしっかりと今のうちに稼いでおきたいなっていうところです。ので、19,000台が、まあ、3つの5アンダーですね。まずこれをですね、月か火、遅くても水曜日までにはしっかりと取って、もちろん6アンダーですね。16アンダーに伸ばすプレイも、とにかく水曜日までにやっていくと。そこをまずやってからの、あとはもう木曜日以降は、もう16アンダーにするためのプレイをひたすら必死でやるという感じでしょうかね。はい、ということで、2回目の挑戦でございます。今回もちょっとピンは奥の方でしたね。さあ、さっきのように門松よ、ぶれないでくれ。今のはぶれてないと思うんだが、どうだどうだ、いいぞいいぞ、おー、いいですね。ちょっとやっぱり傾けすぎかね。やっぱ5メーターぐらいだったの、今の風は5メーターでしたね。6メーターと読んでしまったのが、この誤差になったというふうに勝手に言い聞かせます。はい。ということで、最初のホール、しっかりとイーグル取れました。そうですね。5メーターか6メーター。ちょっとここやっぱりしっかりと練習しなきゃいけないなっていうふうに思います。このホールで、ホールインワンを取るっていうのもですね、できたらかっこいいですもんね。なので、それももちろん狙ってはいこうかと思うんですけども、なんとなく一番難しいかなっていうような気がしています。やっぱ300ヤード近いショットでのホールインワンですもんね。まあ取れたらかっこいいんですけどね。まあそれよりかはやっぱり最終ホールでのホールインワン。まずそこを一つ焦点として、私の場合、ラージカーソルはそこで常に使うようにしようかなと思います。さあ、2番目の方ですね。ここちょっとですね、パワーモードを使わずに行ってみようかな。さっきパワーモードを使って324ヤードぐらいでしたね。324ヤードだったと思います。まあ、ちょっとパワーモードを使わずにですね、この斜面のキックでどんだけ転がるかっていうのをちょっとやってみました。どうだ？どうだ？319ということで、まあパワーモードを使った方が、まあ、飛んだということですね。はい。ということで、パワーモードを温存しましたので、ここで使いたいと思いますが、使う必要もないかな。
そうですね、使う必要もないですね。ちょっと左につま先下がり分を今ちょっと読んでみました。さて、どうだ。じゃあスイングアウトした。よし、垂れよ垂れよ。うん、さっきよりも右に行っちゃった。あーでもいい。あー惜しいな。92センチですね。まあでもまずまずじゃないでしょうかね。だんだん近づいていってますピンに。うん、これはどんどん調整していてですね、ここでのチップインアルバトロスですねをなんとか達成できるといいなと思いますね。お、チップインイーグル、イーグルですね。あーでもおめでとうございます。びっくりしました。今チップインアルバトロスが出たのかな、早速見ちゃったかなと思ったんですけどね、すいません。喜んでしまったというか、すごいっていうふうに言おうと思ったんですけど、でもナイスですね。おっと、そうなんですね。92センチでもニアピン取れないんですね。そうですね。まあ、3台目で寄せる方もいますしね。まあ、なんとも言えないですよね。92センチじゃニアピンは取れないっていうことで、まあ、もっともっとピンを寄せなきゃダメなんですね。はい。そして、ショートホールですね。ちょっと風見ます。そんなに吹いてないですね。3、4メーターというところでしょう。もうちょい右かな。はい。このくらいで行ってみたいと思います。今回はちょっと上げていますので、まあまあ強めで、あとラージカーソですね。拡大ですね。はい。ここでしっかりとジャストインパクトして、ホールインワン狙っていきます。よし、じゃあスイングアウトしたぞ。さあ、どうだ。あー、左行っちゃったかな。いや、そんなことない。あ、いいぞ。あー、弱いんだ。あー、もうちょっと左で、しかもちょっとパーが弱かったんですね。なるほど。今のところでパワーモード使わなきゃいけなかったですね。3メーターの風か。そうですね、4メーターぐらいかなっていうのをちょっと思っての右ずらしだったんですけど、3メーターなんで思いのほか左に行かなかったんですが、もうそもそもパワーが足りてなかったですね。4メーターだったらもっと風に戻されてしまっていましたからね。ということで、今のところはパワーモードを使うところでしたね。ロングホールはしっかりとパワーモードを使って稼ぎ、最後のショートホールに関してはしっかりと向かい風の場合はパワーモードを使って打っていかないといけないっていうことですね。はい、ということで、とりあえず今のところ1位ですね。さっきが1万9000ちょいちょいでしたので、まあ、今回も1位で通過すれば、うまいこといけば2万ボーナスポイントぐらいまでいくかもしれませんけど、ちょっとニアピンあれでは取れないかもしれないですね。はい、取れなかったですね。はい、ということで、2位で終了となりました。さあ、これでとりあえずのランキングは確定しますね。最初のランキングどうなるでしょうか。はい、お疲れちゃんです。ボーナスポイントが 19,567 ということですね。はい、2番目に入りまして、はい、出ました。最初のランキングが1541スタートということですね。まだ14アンダーですけども、まあこれをまず15アンダー、ボーナスポイント 56,000、57,000、58,000 ぐらいまでボーナスポイントを早く今日伸ばせるといいなと思うんですけども、という段階でランキングがどうなるかっていうところをまず一つ見たいなと思いますね。今回270ヤード80ヤードぐらいの飛距離を、ギアを持っていない方に関しては、4アンダー3回の12アンダーというのが物理的スコアになってくると思いますので、前回はですね、例えば最初のホールで340ヤード飛ばせる方っていうのはもう5アンダー3回の15アンダーっていうのが取っていけたんですよね。なので、まあ、そこでまず15アンダーと12アンダーの違いがあったんですけど、今回に関しては280ヤード以上持つギアの方であればみんな平等ということになりますね。ので、280ヤード以上のギアを持つ方の中から、5000以内にどんだけ入るか、まあ私の場合は3000以内にどんだけのスコアで入れるのかっていうところになってくると思いますので、ちょっとその辺の計算が難しいところですよね。どうなんですかね。逆に先週よりも、まあ、ライバルが多いとやライバルが多いんですけども、
簡単にこう先週の場合5アンダーをポンポンポンと取れた方が今回は6アンダーをポンポンポンと簡単に取れないという状況ですよね。やっぱりまぐれでのチップインホールインワンっていうのはないと取れないということになりますので、結構先週楽してですね、15アンダーを取れた方が今回は16アンダー17アンダーに伸ばしていくのは難しいという週になると思います。ので先週よりもどうでしょうかね、5000以内3000以内に入るチャンスっていうのは多いんじゃないかなっていうふうに勝手に見ております。まあ、ちょっとそれは水曜日ぐらいになってみないと何とも言えないんですけど、まあ、まずひとまずは15アンダー、そして6万ボーナスポイント近いところまでですね、ひとまず早めに伸ばしていって、まあその中で16アンダーに伸ばすことができればもう最高ですし、伸ばせなければ状況を見て、先週と同じように、もうコインを散々使ってですね、チケットを買って参加するというようなスタイルに切り替えていく必要がどっかで来るのかもしれませんね。まあそれはまた、週の中盤から後半に向けて、動画の方で、紹介していこうかなと思います。はい、ひとまずこういうランキングでスタートとなりましたので、皆様はですね、ランキングトーナメント参加してまずはランキングの確定、そして、スコアのアップっていうのをどんどん測っていっていただければなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ゆきむらでした。